クレメンス・ベンツェル・ロタール・ネイポムク・フォン、メッテルニヒ・ビネブルク、ツー・バイルシュタインは、オーストリア帝国の政治家。コブレンツ出身。オーストリアの外相として、ウィーン会議を主催したほか、後、オーストリア最小に就任し、ナポレオン戦争後の国際秩序である、ウィーン体制を支えた。ドイツのトリーア選定公領の都市コブレンツで、メッテルニヒ伯爵の家に生まれた。 16歳の時にフランスのストラスブール大学に入学して外交学などを学んだ。フランス革命が勃発するとその革命軍がアルザスやラインラントを占領した。この経験はその後激化するナポレオン戦争と合わせメッテルニヒのナショナリズムに対する強い警戒心を育むことになった。1790年。 両親の指示で革命騒ぎの残るストラスブールを離れる。転居先のフランクフルトでは、同年2月に崩御していた皇帝ヨーゼフ2世の後継として、レオポルト2世の戴冠式が行われる予定であり、これに参加するようにとの父の意向であった。ここでメッテルニヒは17歳にして、カトリック系伯爵団の式部官に任命され、プロテスタント系伯爵団の式部官と二人で、 体幹式を仕切る役に就いた。この経験は、後に、中央政界で活躍するメッテルニヒに、多くの要人とのコネクションをもたらした。体幹式後、父ゲオルクは、オーストリア領ネーデルラント総督府講師に任命される。メッテルニヒは、マインズの大学で勉強を続けながら、休みの日には、総督府のあるブリュッセルに赴き、父の仕事を手伝った。 1792年3月、レオポルト2世が崩御すると、またも、指揮部官に任命され、フランツ2世の退官式を取り仕切った。フランス革命戦争が本格化すると、父の務めるネーデルラント戦線に赴き、総督府の伝令役として、実際に戦場を駆け回った。1794年には、軍備調達のために投営する。ここで、国王ジョージ三世をはじめ、 ピット首相、フォックス外相などの政界の重要人物に革命戦争の現状を解き、イギリスの反革命化工作に尽力した。中でも保守主義の思想家、重鎮議員のエドマンドバークと婚姻になったことは、メッテルニヒ自身の保守思想にも影響を与えた。メッテルニヒ一家は、オーストリアのウィーンに逃れ、ウィーンでマリア・テレジアの前最小ベンツェル・アントン・フォン・カウニッツ、 公爵の孫娘エレオノーレ・カウニッツと結婚、公爵に封じられて、高級官職への道が開かれた。1797年末より始まった、ラシュタット会議に、オーストリアの全権大使として臨んだ。カンポ・フォルミオ条約で、ラインサガ岸に勢力を伸ばしたフランスに対し、ラインウガ岸の勢力範囲確定などを求めて交渉が、続いたが合意には至らず、その間に、ナポレオンが、 エジプト遠征に失敗したこともあり、第二次大仏大同盟が結成されて戦争が再開された。1801年よりザクセンのドレスゲンへ、1803年よりプロイセンのベルリンへ、1806年には大使としてフランスのパリに派遣された。1809年より外相に就任する、フランス二世の信頼が扱ったメッテルニヒは、 1810年にナポレオン一世と王女マリアル・ウィーゼとの結婚の仲介役となった。しかし、ナポレオンがモスクワ遠征に失敗、さらにライプツィヒの諸国民戦争に敗北すると、反ナポレオン的な国際秩序の形成に尽力した。1814年より始まったウィーン会議において、オーストリア外相として中心的役割を果たし、国際政治における、 勢力均衡、反革命的な政党主義に基づくヨーロッパ国際秩序の喪失を図った。ウィーン会議後もドイツでのブルシェンシャフト運動に対してカールスバート決議で抑圧を図るなど自由主義、ナショナリズムを抑圧することでヨーロッパの平和、安定を追求した。四国同盟を通じ大国間の協調に努めたが、スペイン立憲革命をめぐっては諸外国の対応が、 別れた。1821年より、オーストリア最小に就任した。翌年の1822年に、皇帝フランツ一世を介してザ、ザーロモンドロ・トシルトとその兄弟に、男爵位を授与し、ロスチャイルド家を貴族とした。ウィーン会議メッテルニヒが追求した全近代的な、国際秩序は、1820年代より、動揺していった。 中南米の独立運動に対しては反対の姿勢を取ったが、イギリスやアメリカ合衆国が独自の立場から独立を支持し、中南米に多くの共和制国家が成立した。オスマン帝国からのギリシア独立も生還する姿勢を見せていたが、最終的にはロシアイギリスフランスがこれに介入、独立を果たした。さらに、 1830年代よりヨーロッパ大陸でも工業化が本格化すると、信仰のブルジョア人が自由主義的改革を掲げるようになり、各国内部で反体制運動が激化していった。1848年2月に起こったフランス2月、革命は、いわゆる諸国民の春を生じさせ、オーストリアでは3月革命が勃発した。これによりメッテルニヒは最小を辞任。 イギリスのロンドンに亡命した。晩年のメッテルニヒ1848年革命の熱狂は、近帝憲法の制定などの成果を残したものの、オーストリアでは、反動側のビンギシュグレーツ軍が勢力を奪回、自由主義的改革は進展しなかった。こうした中で、1851年にはオーストリアへの帰国を許された。1859年6月11日、 ウィーンで死去した。メッテルニヒははじめは、マリア・テレジアの最小ベンツェル・アントン・カウニッツ公爵の、孫娘のエレオノーレ・カウニッツと結婚した。娘のレオン・ティーネを儲ける。しかしすぐに死別し、20歳年下の下級貴族の、娘マリア・アントニア・フォン・ライクハムと結婚し、このリヒャルト・クレメンスを儲けるもまた1年で死別し、今度は32歳年下のハンガリー貴族の娘、 メラーニエ・ジッチ・ファラリスと結婚し、抜歯のパウルを設けた。メッテルニヒが保守主義者になったのは、この妻の影響力があったためだという。彼は、家庭では、子煩悩で常に、子供たちの幸せに気を配る良き父親であったという。また、メッテルニヒは、金髪の巻毛をした美男の伊達男で、フランスの玉時間。 サビアル公爵の娘コンスタンス・ドラフォルス、ロシアのピョートル・バグラチオン将軍の防災、カタリーナ・バグラチオン、ザーガン公爵夫人、アブランティス公爵夫人など、数多くの女性たちと浮き名を流した。また、ナポレオンの妹、カロリーヌ・ボナパルトと浮き名を流したこともあり、ナポレオンが失脚した後、落ち込む彼女のために、オーストリアに隠居用の別荘を作ってやったという。 1871年に来日し、オーストリア外交官の名人維新、世界周遊記日本編の著書もあり元外交官、アレクサンダー・フォン・ヒューブラー・ダ爵シャクも、メッテルニヒの子である。カテゴリー、メッテルニヒ家を参照。ありがとうございます。